どうもこんにちは。今日は久しぶりに庭をやります。庭作ります。ヘーベルハウスの家、前見たことある人もいるかもしれないけど、の物置とかね、動かしたり大変だったんですよ。それでこれ 裏口ですよね。これ勝手口でつながるんですけど、今ねこうやってつくばいとか灯籠とか一応仮に持ってきて、あとこの竹のなんだっけ、竹フェンスね、バンブーフェンスを作って、向こうの勝手口からこう続く道、今日はねこれも大変だったんですけどね、この木の物置っていうかね、この一段下がって、この辺からこの板石を並べてみたいと思います。これね、ちょっとね、草刈りよりもこれが一番疲れるんですよ。これ、取りながらやる余裕があるかどうかわかんないけど、これね、それでこの通路ね、まだ完全にどうこうどう通すってはっきり決まってないんだけど、その空いたスペースにこのつくばいと灯籠を設置するわけです。そっちまでは今日行かないでしょうけどね。こっちへずっと、まあこっちまで今日は無理かもしれないけど、こっちまでずっと通路が来るわけです。石を並べます。こういう感じになってますかね。あとね、この、これ円柱みたいの、これ塀の石ですよね。これ本来の使い方じゃないけど、こういうのを使ったりしてやっていきます。じゃあね、しんどいですけど、道具ね、あとトラックね、トラックで石いっぱいこんな持ってきちゃって、使い切れないかもしれないけど、もうやる前から疲れてる感じ。はい、じゃあ頑張ってやってみましょうね。どんなになるかちょっと覚えてみてください。これね、これ施工前、施工後はどんなになるか、施工中取れるかどうかわかんないんで、はい、頑張ります。はい、どうも。ここへツツジ、大阪月っていうのを植えます。それでここからはね、プロのやり方、まずこれポット入ってます。ポットの外し方、こうやります、ね、あ、土こぼれちゃった。これね、汚れちゃまずい、こういう汚れてもいいところでやった方がいいね。それでまずね、素人の植え方、こう植えます。まっすぐ植えるのは素人。じゃあね、プロはどういう植えるかっていうと、こう植えます。こう植えるね。ただどこでも大丈夫っていうわけじゃないけど、こう植える。あれでしょ、人間のあのヘアスタイルだってね、あの前からだけ見ていい感じになってればいい場合もあるでしょ。だからここはね、ただ人間の場合はね、頭頂部とか上から見られちゃうんだけど、ここの場合はここね、こうやるとこうすごい斜めに植わってるんだけど、こんな倒れて斜め45度ぐらいに植えてやれば OK で、向こう側は
考えなくていい、ね、これ一応見えれば見えるんだけど、あのフェンスになってるんで向こう側は考えなくていい、こういうわけです。これがプロの植え方。時間ないんだけど、あの、うん、ここへ、うん、どういう感じだな、これもこんなね、こんな斜めになってます。これこそね、こっち側の壁なんで向こうから見られないで、寝かせるとで低く植えるね。これちなみにここあのマンホールになって、あの薄いマス、雨水ね、雨水が落ちるとこへこうこうやっちゃう。でこれはそれで、両方をこの辺を切るわけね。これでいいか、こうやって切っていくと、ちょっと土でちゃんと決めてからね、今ちょっと時間がないんで、こうやってやっていくと、これであの形を整えて、もうちょっと整えてやると、こんな感じ。これでプラスね、ちょっと向こう側が寂しいんですよ。それで向こう側はこれより大きい植木が欲しいんですよ。大きいツツジがね。だけどこれ同じ大きさのしかありません。だからどうするかっつったら、プロはここは穴を掘らない、穴を掘らないで、しかもこう傾ける、ね、これだけで、あの向こう側が大きくなりました。あとはこの、うん、こう剪定ね、剪定して仕上げてあげると。これね、これ地面決めてからね、こういうわけです。あとね、今日やったのはこの、はい、門みたいのを作りました。これあの支えも兼ねてるんでね、こういう感じ。あとね、とこの何、これまだ決まってないんだけど、飛び石、あとね、こう竜のひげも買ってきたんで、竜のひげはこれね、竜のひげ、これね、竜のひげはこの辺に、この辺に貼ります。あとね、あの辺どっか適当に、あとは各自想像してくださいね。こういう感じ。まあこれこの辺から見ること、もうちょっとこうなってもいいかな。こうね、木の形も深淵じゃないんで回してね、うん、こんな感じかな。うん、これでほな、あこれね、なるべくこう土が見えないように、こういう形で、こんな感じだ、はい。これであと土入れて決めて、この石もね、なじむと、この土植木があることで石とか灯籠も自然になじむというわけです。はい、これで終わりです。